ペンギンもたくさんいるんですね。さ、毎日通っていると楽なルート分かってしまったんでしょうね。本当はジャンプして越えてほしいんですが、ジャンプをしないペンギンたちが増えてしまいました。さあ、そしてスロープを登って最後お部屋に入ってもらうわけなんですが、ちょっとちょっとずれてますよ。スロープ上がってくださいね。さあ、お外でいっぱい遊んだ後はですね、足をしっかり洗って消毒してからお部屋に入ってもらっています。現在、名古屋港水族館では25羽のケープペンギンを飼育しています。あ、皆さん、柵の外側から撮影してくださいね。すみません、ご協力お願いします。さあ、その25羽見分けるの、皆さん難しいかと思います。飼育員でも顔だけで見分けると難しいこともあるんですが、そんな時は翼についた色のついたビーズを見てみてください。その色と並び方でペンギンたちを見分けることができるようになっています。例えばですね、今ここにいるペンギンなんですが、青いビーズが背中側とお腹側に1つずつついています。こちらは22番という名札代わりになっておりますので、こちらのペンギンは22番ということが分かるんですね。さあ、そして今階段を上がったのは背中側に赤いビーズが1つついていますので10番というペンギンになります。このように見分けることができますので、お気に入りのペンギンがいたらぜひ覚えてみてください。さあ、ちなみに今お土産を加えているペンギン、これは誰でしょうか。さあ、お腹側に白、そして真ん中に赤が入っていますね。さあ、15倍のペンギンですが、お腹もすごく汚れていますね。まだまだ帰りたくないみたいなんですが、ちょっと後押ししたいと思います。あ、お土産落としたのね、なくなっちゃったね。さあ、それでは階段も上手に登れるところを皆様に見ていただきたいと思いますが、登る気はあるかい？なさそうですね。ちょっと疲れてきちゃってるみたいですね。もうちょっと登れる。すごい、なんか15番のペンギンすごいドロンコですね。いやこっちです。進むのはこっちです。かなりマイペースですので、このようにね、来た道を戻ってしまうこともあります。さあ、ちなみに最後残ったのは23番と15番のペンギンでした。ここは23番が残っております。よし、さあ、しっかりと全羽ペンギンたちお部屋に入ることができました。今日はかなりゆっくりでしたね。さあ、以上で全羽ペンギン戻りましたので、ペンギンよちよちワークおしまいとしたいと思います。皆様、最後までの温かいご観覧ご声援ありがとうございました。